4月12日ですね。はい。で、まあ、また新たに追加したのがモルタル3体、まあ、であとはそのモルタルがはみ出ないように敷く木枠ですね。まあ、これを動かしやっていけばいいんですけど、やっぱりあの一日中日陰なんだよね。だから乾かないっす。だからちょっと遅いかもね。やり、多分雨にも多少当たったら溶けるかもしれないんで、ちょっと今日早めに始めます。じゃあちょっと今日やっていきます。まあ、これで洪水ともおさらばできればいいんだけど。はい。じゃあ今裏に来たんだけど、固まってるね、ちゃんと。まあでもちょっとあっちの水分量が多いところわかんないから、どうしようかな。この型枠外せるかな。お、外せた。お、じゃあちょっと今日はスピードが上がるな。じゃあ一応この木を移し移しでやっていきます。でまた途中はつったり、サンダーでつきやすいように何かしらをやっていきます。じゃあちょっとやってみますか。はい、どうも、イゾログです。ですね、やっと、まあ、撮りたいところっていうか、編集したいところを編集できてる感じです。まあ、退屈な絵面っすね。まあ、何度も言うように。まあ、それは言わなくていいと思うんですけど、問題の場面はここなんですよ。問題の場面はここで、ああ、でもちょっとアングルが悪いね。まあ、かといっても動画撮れないし、撮る気もないし、もう戻りたくないですね。まあ、ここに関しては1回目で、通風口を塞いだんですよ。1年目買って、買った年の11月かな、スキー場にバイト行く前に、これ、それを見つけちゃって、でも、通風口を塞いでもダメだという感じで、まあ、これから冬だし、どうせ凍っているから、まあ、シロアリもかじれないぐらい寒いだろうということで、まあ、スキー場行ってました。で、案の定、やっぱ、義道は何本かありますけど、全然食われちゃいないですね。やっぱり、凍ってるから食えないんでしょうかね。どうなんですかね。まあ、そういういろいろな憶測はあれど、全然シロアリに食われてないから助かりました。でもまあ、この入ってる、なんか雑草の根が開けた穴が深い深い、本当にサンダーで削りながらもボロボロ落ちていきましたね、削ったコンクリが。本当に根深く穴開けてくれましたね。よっしゃ、はい、じゃあ、あとはこんな感じで、下地の板を引き、セメント練って、打ち水打って、じゃあセメント突っ込んでいきます。じゃで、桶が大きくて、だからカラス口の桶なんだけど流し込めないんで、ちょっと水緩めの方がいいのかな。ちょっと水緩めで、隙間に流し込むようなイメージでちょっと作っていきます。はい。まあ一応水多めでやってます。なんでかって言ったら、これ穴開いてて、なんか多分長い年月水が入ったり出たりしてるんですよ。ちなみに俺が買ってから2年なんですけど、俺が買ってから気づいたことだし、でも、これ、よくよく見ると、なんかこう、古いモルタルですね。ものすごい石とか砂利とかが粗い配合なんですけど、古いモルタルでなんかちょいちょい埋めたような形跡あるんですよ。だから、多分前の持ち主も気づいちゃいたんでしょうね。でも、前の持ち主の人が他界されてしまって、それから、
まあ、誰も手入れをしなくなったんでしょうね、ここの。まあ、前の売り主の息子さんかな、おっちゃんでしたけど、まあ、そこまで気回るわけはないですね。月に1回換気する程度の人だったんで、これはまあ無理っすね。でもまあなかなかいい勢いで草がボー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 生えてて、まあ全部貫通してましたね。で、その貫通した穴が、そのコンクリもろくするんですよ。水が出たり入ったりするし、で、翌年にまたその穴を広げるように新しい雑草が横にニョキって生えるかなっていうんで、それで横に広がっていくんですよ、亀裂が。ど根性雑草じゃないですけど。だから、そういう、なんでしょうね、サイクルがあったのかわかんないですけど、横に亀裂がとにかく広かったです。で、水多めの緩いコンクリにしたんですけど、その亀裂にコンクリが吸い込まれるかのごとく入ってきましたね。それが不気味で不気味で未だにしゃあなくて、まあ、前の動画でも言ったか。でも、本当にあれ空洞がどっかにあるんですよね。水の浸水で出たり入ったりしてたんで。だからもうどうもこうもなかったんですよ。緩いコンクリがほとんど入っちゃうんですよね。溢れて。まあ、それ溢れてはきますけど、なかなかいい量入っていかないと溢れてこないから若干焦りましたね。なんで、溢れてからは多少、緩いコンクリじゃなくて、多少水気のないコンクリで、まあ、水気のあるコンクリと水気のないコンクリを混ぜて、まあ、ちょうどよくするみたいなイメージで穴塞いでますね。やっぱり水気が多いとこぼれちゃうんで、いや、でもこればっかりどうもこうもなかったっすよね。とりあえず、その雑草から入った水の浸食で、空いた空洞、これを埋めないことにはどうしたもんかなっていう感じだったんですよね。いや、しかしまあ、コンクリが入る、それが怖かったんですね。まあ、これ一発で埋めておかないと、まあ、どうもこうもない、何回も何回もできるもんでもないし、まあ、僕がやりたくないですね、そもそも。なんで、まあ、どうせあとコンクリも風化するものなので、まあ、しゃあないなとは思ってます。なんで、まあ、風化っていうか、まあ、経年劣化で、脆くなったとしても、まあ、それほど手直しを加えなくてもいいくらいの厚さには仕上げてます。だいたい2センチ、3センチ持ってますね。まあ、あとはこう、スペース狭いんで、本当に、意外とはかどんなかったですね。で、この狭いスペースにセメント、まあ、コンクリを練っては持ってくる、練っては持ってくるなんで、これまためんどくさかったですね。で、まあ、どうでもいい話なんですけど、今、上に着ている赤い、まあ、パーカーあるじゃないですか。これ、ワークマンなんですけど、L だとなんか俺きついっすね。やっぱり 3L がいいっすね。なんかワークマンってなんか小さくないっすか？ L とか LL でも。なんかね、L でもユニクロはスッと入るけど、なんかワークマンの L ってちっちゃいんですよね。なんでだろう。まあ、それはどうでもいい。まあ、どうでもいいね。さておき。まあ、今やってるところが一番ひどかったところですね。まあ、多分水の浸食っていうか、水が流れた跡があるんですよね。床下のこの、なんか、基礎と床下の接点っていうのかな。そこに残酷なくらい、水が流れた跡があるんですよ。しかも、湧いてきて、水が引いたらそこから引いていったっていう、砂場に水を流して遊んだ後の跡みたいな。だから、それたまんなく嫌でしたね。見ちゃったとき。まあ、床はぐって点検してるときから、なんかちょろちょろ流れてくるからおかしいなと思ってたんですよ、絶対に。だから、まあ、どうもこうもなかったですね。その時に、
もうその時にもうちょいね、疑問に思っておくべきだった。だって普通床下に水が流れてくるなんてことないでしょ。だから、でも四方八方から水流れてきたんで、って思ってましたね。はい。で、まあ、これの反対側とかもあるんですよ。通風口の数がめちゃくちゃ多い家です、この家。で、今の、新築だと、通風口ないんですよね。通風口を作っちゃうと、そこから、通風口の角から亀裂が入って基礎が弱くなるから、そういう作り方は今しないです。だいたい1センチぐらいかな、水抜きの穴開けて、そんであとおしまいみたいな感じだそうです。で、なんでそれでも湿気が抜けるかっていうと、基礎の上にキャットスペーサーを置いて、そんで10センチ角の構造材を寝かして、そこにの上に家を建てるんだそうです。だから家ってそんなに、座ってるわけじゃないんですよね。家の重さで基礎の上に乗っかってるだけなんですね。まあ、ざっと調べただけだからわかんないけど。だから家の構造って何？そんなんでいいんだっていう感じですね。はい。で、まあ、動画に戻りますけど、まあ、長いっすね。横に長かったっすね。で、でもな、この長靴で入ってるところあるんですよ。水が未だに溜まってて、臭い、ドブの匂い発してるんですけど、いや、でもなんかね、水は流れていくんですけど、どこで流れていってるのかが本当にわかんない。不思議なこの側溝というかドブっすよね。まあ、何度も言うんですけど、地図上はない扱いになってるっていう役場の話ですけど、まあ実際にはあるから本当に見に来いやって話っすよね。動画と写真まで持ってったのにもかかわらず見に来ない。まあ役場ってそうなんだろうね。っていう思い出があります。いやー。まあこれの後日談ですけど、まあなんとか水は食い止められてます。いやー、でもね、ここ狭いっすよ。でもまあよく気づいたなって感じですね、我ながら。まあね、去年はその時のね、動画がありますけど、パニクってましたね。だからあの動画の時のと比べてれば、まあ自分も成長したなーみたいな感じですね。ここまで感性が鋭くなったのはこの家のおかげですね。はい、じゃあ今ちょうどお昼回ったとこなんだけど、まあ2日かかったの。まあ、かなり緩くて、ここはクラックが下に入ったから、その緩かったやつクラックに流し込んで流し込んで溢れ出て今こんな感じ。はい、じゃあ今このもう取り除かなくていいかなと思います。これ朽ちた木使ってるから、まあいいんじゃないって。はい、では大体、まあ、最後の方、木が足りなかったんで、無理くりやったけど、まあ3体、まあ5体あった方が、もっとバチッとできたかなって感じだね。うん。まあ大体こんなもんかな。まあこれで、あさってっていうか、じゃあ、明日から、雨が続いて、あさってがなんかね、すごい大雨なんだよね。なんで、まあ、あさって次第で、床の状態見て、そんで床を閉じようと思います。ああ、でも終わってよかった。